2024オートバックススーパー GT ラウンド3鈴鹿 GT3 アワーズレース、シグナルオールレッドから今グリーンに変わりました。レーススタートになりました。一斉にアクセルを、そして GT500 のまずは15台が加速、1コーナーに向けて猛烈なスピードで飛び込んでいきます。15台全車がスタートを切りました。さあ去年のチームメイト同士、さあ福住入ったぞ、福住入った。しかしながらここは大津がギリギリレイトブレーキングしのいだ。しかし福住2レーンの勢いが止まらない。メインストレートから今度はアウトサイドにマシンを持っていった。並んだ並んだ、1コーナーはどうだ、オーバーテイク、外側からいったか、しかしイン側から大津が抑える。サイドバイサイド、 ARTA とエネオス、そして今度は S 字の1つ目はエネオスだ。エネオス2番手に上がった。サイドバイサイドになるか、1コーナーでサイドバイサイド並んだ。松下信晴が並んでいるが、しかしあーっと松下とそして大津あわや接触というサイドバイサイド。これには鈴木アグリ監督も苦笑い。そして今カーナンバー14番はドライバー交代をします。カーナンバー37デロイト、 GT500 のトップもこのタイミングでピットに入りました。デロイト、デロイトはドライバーそのままでピットアウト。大島和也が追っている。さあ西コースに入ったデロイト、そして日歩コーナーを駆け上がるエレオス。笹原右京はタイヤのグリップはもう来たか、そしてエレオスは追ってきているがどうだ、なんとか守りきれるか。おっと試験員のところで23号車千代がスピンしている。どうした、何か二輪用の試験員に入っています。カーナンバー23、何が起こった。ああそしてメインストレートでパーツが落ちている。メインストレートでパーツが落下、リプレイで8号車と23号車、ああ8号車が、8号車と23号車がサイドバイサイドだったところに千代が車を止めきれませんでしたね。さあ続々と残り1時間を前にしてピットが賑やかになってきました。ピットが忙しくなってきました。ああ、そして37ピットだ。笹原右京がピットに入ります。 GT500 先頭、そして14号車のエネオスがピットに舵を切った。ピットにステアリングを切りました。 GT500 のトップ争いがピットに入ります。そして今デロイトトムス GR スープラ日清ブレーキエアピンに入ってきている。くずみ J が今ピットアウト、危ない危ない、100号車ピットロードで、これちょっとどうなるか。さあジュリアーノ・アレジは14号車を追います。ただジュリアーノにとりましてはちょっと今福住選手を追うにしては今まだ姿が見えないのがこれ辛いですね。いやーやっぱり引っかかった。なんとここで皆さんにお伝えしなければいけない、14号車ピット作業のアンセーフリリース、ドライブスルーペナルティーになります。デロイトが14号車の横を通過していきました。ラップタイムの比較からすると大津はかなり苦しい。さあこの後どうかな、これ試験員の飛び込み来るかな。福住で、ね、やっぱり試験員のスタンド入ってきますね。試験員で、いやー見事なオーバーテイク、狙いすまして一発入ってきます。大島も大きな声を出して喜びます。まもなく30秒前になります。ジュリアーノ・アレジはヘアピンを回った。ミハイル・クルム監督と笹原右京もまだ喜びの表情はない。デロイト・トムス GR スープラ終わってみれば見事なポール・トゥ・ウィン初優勝達成だ、おめでとう。笹原右京も初優勝、笹原右京と喜びを分かち合うジュリアーノ・アレジ、2年目の2人のペア初優勝おめでとう。